兄ちゃん。お兄ちゃん。分かってるんだ、僕がダメなのくらい。お兄ちゃんに教えてもらってようやくほんのちょっと役に立つくらいだって。僕は本当に体が大きいだけで何の役にも立ててなくて、シナモンにもメープルにも年下のショコラやバニラにも、あんなこと言われた小豆にだって全然かなわないって分かってるんだ。分かってるから頑張ってるんだ。でもうまくいかないんだもん。僕だってお兄ちゃんやしぐれちゃんの役に立ちたいんだ。でもあんな風に言われたらさ、僕だって兄ちゃん。そんな、僕なんか全然頑張ってるうちに入らないから。それは嫌いじゃない。そんなことで嫌になんかなれないよ。お兄ちゃん、
キノだってわかってる。わかってるんだ。アズキはすごく口が悪いけど、僕のこと何も言わずにいつも助けてくれてるって。喧嘩ばっかりしちゃうけど、でも、大好きなお姉ちゃんなんだよ。これでアズキに嫌われちゃっても、嫌いになんてなれないくらい好きなんだよ。なんともないよ。きっと小豆の心の方が何倍も痛かったから、はあ、僕小豆に謝らなくちゃ。もう許してもらえないかもしれないけど、でもちゃんと謝りたいよ。この距離なんだから、聞こえてるに決まってんだろ。え？あずき？ほんとに手のかかるバカ猫だな、おめえは。ごめんなさい。ひどいこと言ってごめんなさい。あんなこと言われたからって家族の縁が切れるわけがねえだろうが、このバカ猫が。血がつながってるとかつながってねえとかそういうもんじゃねえだろ。おめえは私の妹なんだよ。たとえナッツが認めなくても、私の妹なんだ。どんなに喧嘩しようが、何を言い合おうが関係ねえ。それでも無条件に許せるんだから、家族なんだろ、私たちは。ごめんなさい、ごめんなさい、お姉ちゃん。私が悪かった。許してくれ。ナッツが頑張ってるのは誰よりも私が見てたから。だからもうピーピー泣くんじゃねえよ。妹泣かせる姉貴とか最低もいいとこだろうが。そんなこと言われたらもっと泣いちゃうに決まってるでしょ。ありがとう、お姉ちゃん、お姉ちゃん。たく、手のかかる可愛い妹なんだからよ、夏は。僕が余計な時間を取らせたから。別におめえ一人のせいじゃねえし、いちいち自虐ネタに走るんじゃねえよな。今日のお姉ちゃんは優しいな。うるせえ、私はいつも優しいんだよ。ショコラとバニラがいねえからって私らを代わりにしようってか。そんな手に乗るほど私は安い猫じゃねえぞ。代わりって お兄ちゃん、それって。ま、確かに今から帰るのも面倒だし、それならナッツと一緒でも仕方ねえかな。本当？本当に？じゃあ、小豆のことギュッてしながら寝てあげるね。
よし、てめえはソファーで一人で寝ろや。じゃあ腕枕で妥協するから。姉妹なんだしそれくらいならいいでしょ。おいカショ、ナッツの姉妹感を兄として強制してやれよ。言われてみればそうだったな。でしょ、だから今日は一緒に寝ようねお姉ちゃん。へえへえ、わかったわかった、今日だけはな。はい、ありがとうお姉ちゃん。バカマンチカン、僕が卵割ってるのくらい見えてるでしょ。うるせえこの長毛種が、てめえのでけえケツが邪魔だからぶつかっちまったんだよ。もう小豆とココナッツは神聖な兄様の厨房で喧嘩などして、ココちゃんもアズニャンも仲良くすればいいのにね。あの2匹はしゃあない、ああいう生き物なんだよ。ショコラ、もう素直じゃないんだからな。ギュッてしちゃうぞお姉ちゃん。えいっ、うっ、ゆん。ちょ、てめえ、おい、うぜえからやめろっつーの。離せこら。えへへ、嬉しいくせに。ほらほら、くるくるくる。
猫パラ。いにゃしゃいませ。新しい鈴になったショコラがお出迎えいたします。ショコラ、鈴自体は変わってないから分かりづらいよ。言われてみれば。じゃあ新しくなったショコラがお出迎えいたします。ショコラは本当愛すべき猫だね。本当愛してる。こんないい天気の日にはジュレを使ったクレープフルーツケーキはいかがですか。さっぱりしててとっても美味しいですよ。だったらアールグレーとグレープフルーツのセパレートティーね。私が味見してるんだから間違いないわ。ココナッツ、お客様のお会計をお願いしてもいいかしら。うん、任せてシグレちゃん。昨日もあずきとお兄ちゃんに特訓してもらったからバッチリだよ。98002600円が3.5。申し訳ございません、お客様。少々お待ちくださいませ。まあそんな混んでねえし問題ねえだろ。ナッツにはまだまだ場数踏ませなきゃなんねえしな。もう手の抜き方覚えたみてえだし、このまま行けば私が楽できそうで何よりだな。あ、なんだよヤブから棒に。リーダーの次はパティシエールか。おめえはどこまで猫使いが荒いんだよ。あたしがめんどくせえって言ってもどうせ聞かねえんだろ。猫のつれえとこだよな。マジ猫腹だわ。まあ歌唱には多少なりとも借りがあるしな。ただしあんま期待しすぎんじゃねえぞ。私がいくらハイスペックだっつっても所詮は猫なんだからな。仕事だっつうなら何でもやるけど、できねえもんはできねえぞ。まあできる限りは頑張ってるよ。ただしちゃんと歩合はつけろよ。研修期間はいらねえけど、ただ働きはごめんだかんな。きっとね、言い方しやがって。だったら歌唱が泣いて頼むくらいのもの見せてやんよ。なになに、お姉ちゃんもケーキ作るの？なんか流れでそんなことになっちまったわ。ノーアル猫は爪を隠してたけど、ハイスペックっぷりを見せちまったから仕方ねえ。わあ、
すごい、お姉ちゃんのケーキ楽しみだな。じゃあ僕ももっとお仕事したい。頑張るのでよろしくお願いします。ダメだ、やっぱり僕はダメな猫だ。まあ予想の範囲内ってか、予想通りすぎて面白くもねえわな。精神論でステータス上がったら苦労しねえよ。お姉ちゃん、どうしようこれ。まあ捨てるのももったいねえし、私はこれで作り直すわ。勉強させてもらったの？レストランで。この店にはあんま向かねえかもしれねえけど。あずき、やっぱり僕なんかじゃ相手にならないね。こんなところでも僕のフォローをしてもらってばっかりで。お姉ちゃん、さすがは僕のお姉ちゃん、かっこいいな。もうほんとかっこいい。お姉ちゃんありがとう。ぐるぐるぐる。ちょ、やめろ、持ち上げんな、振り回すな。照れることないじゃないか、姉妹なんだから。キャラ変わりすぎだろ。おい、あ、ちょ、勝手にゴロゴロすんな。なんだかんだ言いながら尻尾立てちゃうお姉ちゃん大好きだな。ツンデレって思ったらすごい可愛いお姉ちゃんだ。そんな安っぽいカテゴライズするんじゃねえ。私はもっと、まだケーキ作りは早いから横で見学してるね。お姉ちゃん頑張って、僕の分まで。うるせえな、そんな気軽もんじゃねえだろうな。
混ぜる？そんなもん夏だってできるぞ、最近は。お姉ちゃんに褒められちゃった。手際よくパパパーってやっちゃってすっごくかっこいい。ううん、すっごいかっこいいよ。僕惚れ直しちゃう。でもちゃんと集中しろ、集中。そうだよね。よし、僕集中するよ。集中、集中。してねえし、卵割った程度で褒められるとかガキじゃねえんだからよ。お姉ちゃんどうしたの？なんかやたら顔真っ赤だけど。あ、もしかしてお兄ちゃんに褒めてもらって照れてるの？照れてねえよ。何適当なこと言ってんだ。その花椒が張り付いてるからちょっと熱いだけだし。珍しいね、お姉ちゃんが褒められて照れるなんて。普段なら当たり前だろ。私を誰だと思ってんだ。ん？とか言っちゃうくせに。
私だって時と場合によっては緊張くらいするわ。マジだし、そういう感じがやめてくださいますか。いや、ほんとマジで。僕のご主人様はしぐれちゃんだけど、そのでもお兄ちゃんもご主人様みたいにも思ってるよ。やあ、ココちゃんもご主人様にメロメロにゃ。主人のマジエロパティシエ、ほんと引っ掛けまくり。猫と見れば見境ないから困る。でもでも、みんなご主人様の恋猫になったら楽しそうですにゃ。うむ、他ならぬ姉上たちならば悪くないや。ケーキ作らせたくらいで私を落とした気になってんじゃねえぞ。お兄ちゃんはそもそもショコラとバニラの恋人だし。それだそれ、妹たちの男寝取るほど飢えてねえし。だけど、そもそも猫の愛は自由気まま。そうそう、知らない猫ちゃんとかは嫌ですけど、みんなならいいよね。好きな人かける好きな猫イコール幸せがいっぱいにゃ。ご主人ハーレム、ほんとエロスケ、つきもの、猫たらし。ゴロ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 。え？そうだな、姉としてな。ほら夏、姉として説教してやれ。え？そこで僕？お姉ちゃんの方がお姉ちゃんじゃない。じゃあアズニャンとココちゃんはご主人様とラブラブするのは嫌にゃ？いや、別に嫌ってわけじゃないけど。嫌ってわけじゃねえけど。にゃあ、やっぱりにゃ。ほらほら、聞きましたかご主人様。猫は多彩でも気にしない、ちゃんと平等に愛してくれれば。だからちげえし、だから何度も言ってるけどちげえし。とにかくちげえし。そんなこと言っても尻尾は正直にゃん。それもちげえし、ほんと違うっつってんだろ。ココナツ、ここがドキドキしてる？してるの？胸触っちゃダメだってば。僕はシナモンじゃないんだから。いいやないか、ええやないか、ヘルモンでもなしに。私もショコラも控えめだから、憧れがないこともない。こら、そんなわしづかみにしないの。バーニーだってば。
猫パラ。ではご主人様、本当に好きなもの買っていいんですね。わーい、ご主人様のプレゼントだ。やったー。さすがは私のご主人、粋な計らい。私は別に苦労してないけど。バニラ、準備 OK？ 完璧。お茶からポテチまで。これで何時間でも戦える。よーし、じゃあ行くよ。おっかいもの、おっかいもの。ショコラとネットショッピングデート、超ワクワク。じゃあまずは楽天市場からだね。ゴーゴー。お、ご主人のお買い物履歴からのおすすめ、お店のものばっかり。もっとこうプライベーティーなすごいの楽しみにしてるのに。まあまあ、今日の本題は違うから。じゃあまずはどこから見る？宝石？でもショコラ、ビー玉と真珠の違いよく分かってないし。綺麗なら何でもいいんだよ。あとは愛が困ってればなおよし。ショコラはかわいそうなほどちょろい猫だね。でもそれもまたかわいいから何とも言えない。これ、これ見てバニラ、大変。マグロ、マグロがあるよ。しかも一匹丸ごと。おー、まるまる一匹で172万円。素敵、素敵だよショコラ。大トロがどのくらいあるかくぐろう。多分食べ放題。じゃあまずはキープだね。企画リストに入れよう。合格祝いとは言っても、散々追試を受けた上でのギリギリも良いところでしたけどね。まったく。バニラは鼻歌まじりに合格したのに、ショコラは全然でしたからね。せめて鈴猫らしいところを見せてくれれば。マグロごとき私が買ってあげたのですが。でもそうしたら、マグロ一匹が入る冷蔵庫も買わなくてはなりませんね。兄様のお願いでしたらば、そちらも合わせて購入してもよいのですが。そうですね、あまり甘やかしすぎても良くないですし。それはそうとして、私が出てる間に小豆とココナッツが随分と兄様に懐いてるようですね。ショコラ、バニラだけでなく良い傾向です。うんうん。はあ、兄様も本当に猫殺し、いえ女殺しですね。そんな兄様が誇らしくもありますが、女として、いえ妹として心配にもなります。まあそのあたりを考えてないのも兄様の魅力ですので、ままならないものです。ちなみに言っておきますが、猫は多才性の生き物なので心配はありませんよ。もちろん嫉妬はしますが、
人間とは違って独占欲というものはないようです。私も兄様ならば安心して猫たちをお嫁に出せるというものですし、小豆やココナツが兄様を主人と慕うならば喜ばしいことですし、兄様が私が育てた娘たちにメロメロになるのは何とも言えない満足感がありますし、そろそろおいとまいたしますね。いえいえ、兄様にお手伝いをさせていただけることが妹めの幸せにございますから。では外にタクシーを待たせてありますので。兄様は本当にさらりとかっこよいですね。私も妹でなければ。いえ、何でもありませんよ。では私はこれで失礼いたしますね。兄様、愛してますわ。おやすみなさい。お兄ちゃん見て見て、新しい仕事できるようになったんだよ。通信販売の注文から伝票書きまでバッチリ。褒めて褒めて。ショコラが教えてくれたんだよ。グリグリグリよ。お兄ちゃんのなでなで気持ちいい。困った顔してたから、こういうの嫌だった。やめた方がいい。照れくさい？いつもと同じなのに。変なお兄ちゃんだにゃー。ゴロゴロ。あ、ココちゃんがご主人様。
ゃハロハロ。むむむむむむむ。ん？どうしたのショコラ。ココちゃん、ちょっといい？ふむ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 。どうしたのショコラ、僕どうかした？ココちゃん、おっぱいふわふわ、めっちゃぽよぽよだよ。やばい、超気持ちいい、ふっかふかですにゃ。え、あ、そう？バニラとはまるでボリューム感が違うというか、こう、すっごくいい感じでめっちゃふっかふか。あ、はあ、それはありがとうなのかな。むむ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 む。これはご主人様もエッチな顔しちゃうのも仕方ないにゃ。は、はい？エッチな顔？エッチな顔。ご主人様がココちゃんにゴロゴロされてウハウハしてた。ウハウハ？ウハウハって。ね、そんなわけないよね。僕なんか子供っぽくてそんな目で見れるわけないっていうか、お兄ちゃんから見たら手のかかるだけの猫っていうか、そういう魅力とは猫とスポンっていうかね。あくまで僕は猫で妹で色気もなくて頼りにならなくって、自分で言ってて悲しくなってきたけど。え、そんな意味じゃないって。お兄ちゃんは僕のこと、そのエッチな目で見れるの？ココちゃんはめっちゃエッチだよ。今みたいな顔、ショコラも何かこうムラムラするもん。ムラムラ、ムラムラ、ムラムラってね、ご主人様、ムラムラしますよね。
ぐいつもソレイユ、閉店業務完了であります。みんなももう帰った。ちなみにショコラは上で着替えてる。仕込み手伝うことある？あれば手伝う。了解した。テレビでも見てることにする。でもその前にご主人にお伺い。いい？今日の後半、ココナツがやたらボケっとしてたんだけど、何かあった？具体的に言うと、通販伝票を譲りまくり。私がフォローしといたから問題はないけど、何か心当たりが？ショコラもムラムラしてたし、ご主人の変態。ご主人、私は急用を思い出した。失礼つかまつる。
主人様とのチュー好きです。ご主人様、ショコラのムラムラと伝わりましたかにゃ。だって大好きなご主人様ですから当たり前にゃないですか。猫は素直なんですよ、気持ちも体も。そのくらい知ってますよね。もう何度も何度もショコラとエッチしてるんですから。ご主人様に知り尽くされちゃってますにゃ。じゃあもっとエッチなチューしたいです。ご主人様の唾、おいしいです。じゃあ、次はもっと。お兄ちゃん、ショコラ。ごめんなさい、その、僕。ちょっとお兄ちゃんとお話がしたくて、その…だから別にその二人の邪魔をしようとしたわけじゃなくて。違うよ、悪いのは僕だから。恋人だもん、そういうことだってその知らないわけじゃないし。僕何言ってるんだろう、ごめんなさい、僕帰るね。いや今のは言いたかったわけじゃなくて、ちょっといきなりだったからびっくりしちゃっただけで。お兄ちゃん、その…手離して…お兄ちゃん…ごめんなさい。何も言わずに逃げようとしちゃったから。だから、ごめんなさいって。その、あの可愛くて無邪気なショコラがね、あんな顔で、あんなことしてたから、僕すっごく驚いちゃって。恋人なんだから当たり前のことなのに、僕の方がお姉ちゃんなのに、その、ああいうことしたことないから、知らなくて。心臓が、
死んじゃうかと思うくらいドキドキしちゃって、頭がカーッと熱くなって真っ白になっちゃって、足に力が入らなくなってしゃがみ込んじゃいそうになっちゃって、それでなんかわけわかんなくなっちゃって、お兄ちゃんごめんなさい。ココちゃーん。ショコラ？ショコラ？なに？ココちゃんこそどうしたの？そんな顔して。そんな顔って、別にいつも通りだけど。嘘つき。すごくエッチな顔してたよ。エッチな顔って、そんなことねえ、ご主人様、ココちゃんめちゃくちゃエロい顔してましたよね。お兄ちゃんまでそんなこと。だって仕方ないじゃないか、ショコラのあんなエッチな顔見ちゃったんだから。本当は自分でも分かってたんだね。ココちゃんもそんな顔してたんだよ。ってことはさっきのショコラと同じくらいエッチな気分だったってことかにゃ。それはそのお兄ちゃんが急に肩とか触るから。にゃーって可愛い声出してたもんね。ココちゃん、お昼の時ご主人様に。エッチな目で見れるのって聞いた時からスイッチ入っちゃってたでしょ。やっぱり。わかるよ。同じ猫だもん。あ、もしかして、ココちゃん、ご主人様とエッチなことしたくて戻ってきてたり？そんなこと。兄ちゃんにエッチな目で見られてるのかもって思ったら嬉しかったから。ですって、ご主人様。猫は最初の発情期が終わったら最初みたいにフラフラになったりすることはないですけど、でもスイッチが入っちゃったら我慢できなくなっちゃうんやよね。大好きなご主人様のエッチなところ見ちゃったらショコラだって我慢できなくなっちゃうもん。聞けなかったけど、もう一回だけ聞いてもいい？お兄ちゃんは僕のことエッチな目で見
してくれる？お兄ちゃんが僕なんかとエッチしたいって思ってくれるなら。ご主人様、ココちゃんにここまで言わせていいのかにゃ。愛してもらった上にこんな風にお兄ちゃんのこと独り占めしちゃっていいのかなって。ソコラとバニラの方が先にお兄ちゃんの恋猫だったのに。しぐれちゃんだけど、それでもお兄ちゃんのこともご主人様って思ってもいいのかな。うん、ありがとう。やっぱりお兄ちゃんはかっこいいな。じゃあ今日はこのままギュッてしながら一緒に寝てくれる？お兄ちゃんにギュッてしてもらってると、僕みたいに背の高い猫でも女の子だって思えるから嬉しいんだ。
と寝るまでなでなでしててくれる。あとそのチューもしてほしい。